皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は7つの滞在の12話神々の逆鱗でございます。1クール目の最終話なのかな。 Let's go 見届けましょう。コランドで7つの滞在を待ち受けていたのは実界のメラスキュラ。メラスキュラ、その術中に陥り、メリオダスは囚われ、ディアンヌは怨霊に取り憑かれてしまう。そしてまだ中に入ってんだよね。から犠牲になるヘルブラム。ヘルブラムね、殺されました。わずかに残った怨霊がなおもディアンヌを突き動かすですね。その時一陣の風が吹きつけ、光の矢がディアンヌを貫く。光の矢っていうのはエリザベス。覚醒したエリザベスだった。覚醒したぜ。 SR から SSR に上がったぜ、レベルが。そうだね。エリザベスが目覚めただと。あと3日目で、3日間で死ぬってことだ。3日後には呪いで死ぬんでしょうけど、私が直々に出向いて殺してあげるのも悪くはない。それは前にできることなのでしょうか。二度は言わねえぞ。俺を今すぐ出せ。メリオダス、ほんまにこの暗黒で出れへんのかな。ちっと考えて。おい、やばくなってるな、これ。この額のマーク、どん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 レベルアップしてるな。パラララ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 ララパラ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 ララブリタニアで次回たちを殺すよ。それが俺たちのストーリーよ。エスカノールはその絵のままではない。みんな違う。なんでそんなバンかっこいいな。バンの絵一番かっこよくない。7つの冤罪でも言えるけどね。パラララパンパンパラ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 パンパンボンボンボンドンパパチュタパラパチュパクチパチンプルル。神だ。ノスタルジックな孤独に思いをかせ、満たせない時間を一層も、この新たな地平線最前線を地平地平線最前線を地平線最前線を地平線最前線を。あれすごいかっこよく歌えるんだよね。なんざを動き出してフロンティエ、チリチリになった思い集めるよ。チリチリ、前にもチリチリの美味しいくだりをしましたよね。チリがどんだけうまいのかと。チリ道具っていうのも実は存在するんですよ。チリをホットドッグの上にかけて、それをバンズで食べるっていうチリ道具っていうのは存在するし、まさにフロンティアでしか食べられない。でもそれを食べるとデッドエンドになって、必ず、何らかの変な病気で死んでしまうので、死んだ時にはみんながアンスムを言ってくれるっていう意味わかんないことでございます。はい、愛は乙女の力で合ってる？乙女の読み方だっけあれ。で直しておる。実はすげえ強いんだよね、エリザベスっていうのは。戦闘能力は1000万だけど、なんか治療系なんだよね。人を怪我したりし、まあジョーカーにも使えるけど。だけどさ、今は見てると、ね、本当に逃げ場ないよね、この街って。大丈夫だよ、ディアンヌ。まったく無茶しやがる。いや、防御は強いかもしれないんだけど。だってバンやみんなのことが心配。このバンの A のサッカーやばい。お前は戻ってろ、エレイン。なんや。それにしてもとてつもない魔力だわ。本当に本物の女神だったのね。
ほんまの女神やで。今のあなたはどっちのエリザベスなの？今の私は女神族のエリザベスであり、リオネス国王女のエリザベスである。今までのエリザベスでもあるよね。すべての記憶は入ってんじゃねえか？メリオダスは今どこ？ワンちゃん、ちゃんは？マーリン、王女様に聞いてるよ。マーリン？マーリンどうなしたんや？本当に見違えたわ。こんなに綺麗になって大人の女性になったのね。ああどうした？ねえ、もう昔のようにねえねえって呼んでくれないの？いや、とっとっとっと。かわいい。本当の姉のように慕ってくれていたでしょ。いつの話をしているんだ。あなたがまだ12か13の頃よ。覚えてない？どんだけ昔な。ねえねえって。かわいいじゃん。できればその話の詳細をもっと。余計な詮索だ。ご感動の最中に。あ、来たよ。なんかメールなんちゃらって始まる名前。こんなさ。実家のお前が入れる場所だと思ってんのか？一瞬で殺されたいわけ？メリオダスの心を奪い、操り、寝返らせ、魔人族に致命的打撃を与えた。憎き女神エリザ。憎きだと？そうかそうか。魔人からしたら、この女が敵だね。私が仮初めの命を与えてあげた。半死の妖精の小娘まで一緒じゃないの。お前がやってたっけこれ。ほう、お前がやってた。ほう、そうなんだ。え、ってことはどういうこと？お前の願い通りな、これ。ちょうどそこら辺覚えてないぞ。何年前の話やねん。い？なんか化けたぞ。い？蛇になる？なんかすぐ負けそうやけど、この女。全然強いって予感ないんだけど。本当はめちゃくちゃ強いとかなわけねえでしょ。ちゃちゃっとやってくださいよ。誰かエスカノールとかさ。俺理解してないの？この女の本当の戦闘能力。なんすか？まあ豚には怖いでしょ。あ、だからこの変な顔だったんだ。うわー、言ってる言ってる。あっちゃ、バン攻撃始まった。あ、気をつけろ。オーノー、お前のおにゃの子やばそうじゃねえか。まあバンは殺されないからいいんだけどね。超最悪ね。顎の噛み合わせね。ああ、まあ死なへんけど、何でも何でも。それは痛えな。え、ちょっと待って、この女の子を犠牲にさせるとかやめんとい、やめんて。おーっと、来る。危ねえじゃんかい。おい、他の女七つの大罪、お前ら何してんねん。見て遊んでるだけかい。何、マーシュマロでも焼いて見てるだけな。おい、ちゃんと仕事せえって。どういうこと？いつも無理しなくていいって。あんただけさ、ええとこに座ってマシュマロ食ってもいいけど、そのキングとか仕事せよ。あなたの力じゃ私から恋人を奪うことはできないわ。
さをかみしめながら恋人がかみしめられる様を見届けるという。なんかすごいエロいんだけど。え、姿どうなしたんや。ほう、戦力、このマジでこの戦力体とか全然分からへんよね。戦隊能力とか全然俺分かんねえ、他のアニメ。まあとりあえず結構強くなったんだね。羽も生えたし、よかったんじゃない。まあバンよりだいぶ強くなったってことでしょうね。バンって強くて1000ぐらいしかないでしょ、死ねへんけど。小娘がこうなったら順番なんて関係ないわ。全員皆殺しよ。だからお前にはできんって。お前の器じゃ足りねえ言ってんねん。ああメロダス怒ってくるぞ。この邪悪な波動は間違いない。やつ、メリちゃん、メリオダス、あの中に入ったんだね。メリちゃん怒ってるぜ。お前のバリアで彼を防げなかった。あんたの前は実家の誰にも魔人王の力を行使しない限りゼルドリスですら破れないのよ。まあ魔人の右腕と呼ばれる男じゃもんね。この羽の生え方、なんじゃ？来たぞ、宝具。彼の宝具が来た。彼にはもう。でもこの二人戦うことになるの？だってメリちゃん暴走してるかもしんないねんな。敵として来るのか、そしてそれとも味方なのか、エスカノールには分からん。だから、その団長殿はお前の手にすら余る存在だ。ご心配なく、私はこう見えても子守がとても得意でして。子守がうまいんか。今のメリちゃんが子供だと言いたいわけ。だから誘導するのがうまいってこと？これは実に怪しがいがありそうです。ちょっと意味が違うね。あ、おいおいおいおー、裸になってる、裸になってる。今から変身する？これからなんか違うものに変身しちゃうわけ？本当の魔人王。メリオダス、まさか暴走？いや、あれはこれまでの暴走状態とは違う。もうおしまいよ、あなたたちもこの私も。どういうこと？メリオダス、実界統率者時代、私たちですら恐れたアサルトモード。アサルトモードに入ってるんだね。パーフェクトキューブ。あー、閉じ込めた。このパーフェクトキューブでもありか。極限まで魔人の力を解放した結果なのだろうか。感情を奪われた現状でするべき賭けではなかったな、バカめ。バカめ、でもそれしかなかったでしょ。このアサルトモードっていうのはまだちょっと意味は分かんない。何倒せるんだと？何言ってんだよ。まあバーンはねクソ弱いんだけど、この二人は結構強いはずやで。あれ？何も出へん。もう心臓ないの？
できる。なるほど。デッドリーポイズン。普通死ぬやつのポイズンだね。うわあ、痛い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 。いやいやいや、もうしゃあないですね。近寄ったら死ぬってやつね。じゃあ今は何でも何でも死んでるってことかな。うわあ、あんま力を入れて。バン大丈夫やで、何でも死んでる。どうやら明らかにいつもの団長とは違う様子。私の言葉は通じている。おお、アサルトモード。黙れだと。下賤な人間がおこがましい。俺はメリオダス、実界の統率者。え？記憶。お前の言葉はそのまま返されてんぜ。まあ傲慢だもんね。気をつけろ。俺はすこぶる機嫌が悪い。すこぶる機嫌が悪い。私はすこぶる上機嫌です。わかりますか？私が。あなたより上だということを証明できる絶好の機会。おーっと、これ望んでたわけ。さて、ちっと手合わせしますか。せいぜいあがいてください。こっちが言うセリフか。人間が魔人に勝てるとでも。当然ですよ。当然のこっちゃいわい。聞かんのか。健やかなる治療だ。私は女神族。私の魔法は何でも倒せる治療マスター。エリザベスと呼びなさい。バーン、ええ体してるぞ。あらー、これはディアン攻撃だ。やられますねー。でも、あ、そうですか。じゃあ今からキングにやられる理由は何だい。お前を誘導してんだよ。当たり前だよ。何が来るか分かってんのか。だってそうだもん。だってそうな決まってるよ。あんた誘導されてるぐらいは分かっとけや。もうドロールじゃけんね。あとこっちはまた違うぜ。ちゃんと羽生え始めてるから。そうだよ、お前の仲間の力を奪い取ってんだから。しかもキーバーやられてる。まあ性格悪いし、早くしね。愚かなりメラスキ、我らを侮り、その姿で戦ったが勝敗の分かれ道。貴様が本来の魔力を使いさえすれば、いかような戦いにも展開できたの。慢心したの。まあ変なヘビになったからダメだっていうこと。ちょ、撤退をさせたらダメよ。ここで死。おっとおっと、あのエルフ娘、撤退なんかさせねえよ。そういうことか、繋がってんだね。あの時に送った、あ、あれ？何じゃそれ？何じゃそれ？お前の神経を10秒だけ完全に切断した。だが10秒あれば問題ない。侵略すんの？マーリー、お願い。良いのだが、妖精の姫。殺すんだね。10秒ってことだからなんかちょっと。左側は時計の音が聞こえるんだよね。サウンドデザイン悪くないな。あなたを守れてよかった。10秒やで。はよせ。
え？エリザベス何する？全て私が守る。浄化しちゃうの？殺しではない。また違う道。私の正気が。やめて。あなた浄化されて綺麗になりますぜ。あれ。消えた。女の子が戻った。メラスキューラの本当の姿に戻った。え、これか。かわいいじゃん。これがメラスキュラ。かわいいじゃん。買うのか。そこに入れるんかい。魔界の強い正気を浴び続けながら300年生きた毒蛇が魔力を得たものなの。そうなんだ。魔人ではなく蛇だったんやな。ねえねえ、すごいね。ありがとう。聞き終えたんかい。そしてこっち、メレオダスとエスカノールは戦っておるが、これはエスカノールちょっと難しいんちゃうか。おう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 、すげえ魔人っぽい、その足とかね。スピンスピンスピン攻撃。しかしエスタノールはそんな簡単には負けない。やはりぽい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 。あ、刺された。さてと言ったところでやられた。なんでも繰り返して信じて。リジェネレーションベベ。エスカノールはまあ負けることは分かったんだよね。だってあのメリオダスは誰にでも倒せるアソルトモードだという話だったから。あのゼルちゃんでもアソルトモードを倒せへんっていう話でございました。そこでまあエスカノールは底知れぬ力だと言っていたものの、まあ底知れたわけなんですよ、うん、まあその話はその話で、彼は刺されてもまあまあまあなんとかなるでしょうって。今エリザベスは神様になってるから。その話を横に置いて、メラスキューラの話にちょっと切り替えて、ヘビだったやんか。300年間、そのやばい毒、魔界のやばい毒に入って、めちゃくちゃその毒のせいで強くなったんだよね。なんか染み込んで。その毒を全部浄化すると、またすげえちっちゃいヘビに戻ったやんか。めっちゃかわいそうや。300年間もめっちゃ頑張ってさ、毒を集めて自分を強くしてたのに、はあ、全部それ一瞬台無しや。 OK 見せてくれよ。おこ、あ、雨も無理、雷も無理。じゃあやめなさい。それ最強バス最強。どういう意味なのかは私にはわからぬじゃ。はてはてはて、皆様ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価やコメント、または登録の方を考えていただければと思います。次回は本当にどうなるのでしょうか。次も必ず見届けますので、皆さんもご興味がありましたらぜひとも一緒に見ていただければと思います。ということなんで皆様、Until next time, bye bye! おおきに。